お久しぶりです、皆さん。元気でしたか？やっほー。名シンフォニー、モカドール、カイト、ユーミン、ツバキ、ケイスケイト、シュントロン、科学忍者隊、ユアさん、シゲッチ、ミッキー、ギンタくん、片桐シンフォニー、シマ先生、みんなこんばんは、カズキ。この前はありがとうね、来てくれて。シム先生もありがとう。この前は、はやお、元気だよ。元気ですか？コウタ。こんばんは、おつまる。久しぶり。やっほー。あ、はやと。やっほー。ももじゅも、やっほー。サータン、オリオだよ。かまちょさん、初見です。ありがとう。オリオンズついててめっちゃ嬉しい。ゴロータカダさん、クマでか、そう無料です。この子は店長。お、ヤッホー、来てくれてありがとう。アキトンさん、こんばんは。リーさん、こんばんは、お久しぶりです。ひなちゃんも、こんばんは。ポニョ、こんばんは。おー、ユウスケのシーンだ。あ、ユウスケのシーン、ヤッホー。イエイ。お師匠、こんばんは。青春シンフォニー iTunes ダウンロードして、お、早速聞いてくれてありがとうございます。みんな聞きましたか？リオはなんだっけ、 LINE のなんかミュージック LINE だっけ、なんだっけ、それでね、青春シンフォニー聞きました。あのさ、 LINE にさ、プロフィールになんか歌できるじゃん。歌、青春シンフォニーにしようかなって思ってる、実は。そう、元気だよ、みっちさん。元気ですよ。イエイ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 。ハヤト、エンジが今日はショールーム来れないから、オーディオによろしく伝えといてって言ってたよ。オッケー、ありがとうね、ハヤト、わざわざありがとう。プリンちゃん、こんばんは。ね、雨すごいよね。学校の帰りめっちゃ雨降ってた。ケイスケイト6月関西撮ったよ、握手と撮影券。ああ、嬉しい、楽しみだ。握手しようね、楽しみだね。ヨットさん、こんばんは。あ、そう、 LINE ミュージックってやつ。そうです、そうです、 LINE ミュージックLINE ミュージックだよ。あ、ちょっと待ってね。春秋、こんばんは。ダイヤマだ、ダイヤマ、久しぶり。初見じゃないよ。ミーコ、ミーコだ、ありがとう。あ、足が見えた、森尾の足が。おー、リンゴ飴ちゃん、ワカメちゃん。あ、ワカメちゃんことワカナちゃんだっけ。あの、お手紙ありがとね、届いたよ。トゥーキさん、初見です、こんにちは、ありがとうございます。イエイイエイ。オニオニ、ヤッホー。シュラ、土曜日楽しかったよ、ありがとう。そう、先週の土日はね、イベントがありました。そう、楽しかったです。来てくれた方ありがとうございました。なんかね、何、トランプゲームとかクイズゲームとかね、いろいろやったんだけどね、楽しかったよ。あと、そう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 、なんだっけ、ラストアイドルファミリーのセカンドコンサートもね、無事に終わって楽しかったですね。そう、ダンスでバコもすっごい楽しかった。もうね、めっちゃ楽しかった、本当に。ダンスでバコってすごい楽しかった。なんかみんなもすごいノリノリになってくれて嬉しかったですね、本当に。ありがとう。おざわん、ありがとう、来てくれて。シュントローン、行けなかったような気。またイベントで会おうね。ケントンカツ、ヤッホヤッホ、ポニテかわいいか、ありがとう。イエイ。ソラとヤッホー。青丸だ、ありがとう。アイポン、土日で暑かったね、本当に。すごい、握手会とか並んで待っててくれた方、本当にありがとう。熱中症とかになってないかな。すき焼き弁当すっごい美味しかった、めっちゃ美味しかったです、最高に。お肉が柔らかくてね、本当にめっちゃめっちゃ美味しかったよ。
あさみちゃん見に来ました、ありがとう。高瀬番長さんもどうもどうも。生駒さん初見です、ありがとう。初見の方結構いる。あいなちゃん、しおん、しおんさんかな、初見です、ありがとう。 T さん志望校受かってました、おめでとう、おめでとう T さん。そう、ゲームに勝ったご褒美でね、すき焼き弁当をいただきたよ、美味しかった。ひひひひひ、ひろっちさん行きたかった、ぜひ今度のイベント来てください。かいせいこんばんは、こんばんは。うさちゃんだ、あぴさんお疲れ様、ありがとう。ひひひひひ、ライブの後握手でなっちゃんに大入りをめっちゃ押してるって言ってくれたの、嬉しいありがとう、おつまる。いやいやいや、あ、そう、あきとんさん TIF 出演決定おめでとう。本当にそう、ラストアイドルファミリー全グループが TIF に出演が決定して本当に嬉しい、いやーって感じ。ぜひぜひ遊びに来てください、最高の夏にしようね。すっごい楽しみ、 TIF っすね、久しぶりです、楽しみだ。イエイイエイ、ケナウ久しぶり、泣きそうです、リオもヤッホー。リオはまだ16だから。センチメンタルジャーニーも歌いましたね、コンサートの時、すっごい楽しかったあれ最初さ、抱えられて持ってきてさ、めっちゃみんな笑ってたよね。そう、最初センチメンタルジャーニーでリオが16歳だからって、なんかそこ歌うまでずっと固まってて、リオがなんかマネキンみたいに、なんか説明してもわかんないよね、でもあんまり本当にね、見てほしい、みんなに。楽しかったよ、イエイエイ。ユーミン高3しんどすぎて病みそうだから元気ください、やばないでユーミン、ユーミン頑張って受験かな、頑張ってね、応援してるよ。大変だよね高3、高3。うん、あ、そうそう、グッドティアーズのメンバーと人狼ゲームした、よく、え、なんで知ってんの。そうなんです、もうグッドティアーズのメンバーの中に一人で紛れ込んでやってました。なんか休憩中にやったんだけど、ラブコッチのメンバーみんな寝ててね、自分だけ起きてて、なんか楽しそうに人狼ゲームやってたのね、グッティが。あ、リオもやりたいなって思ってたら、マイがリオもやろうって呼んでくれたからやりました、一緒に、楽しかった。最近人狼ゲームハマってるんだよね、楽しいです琴音さん、ショールーム初見です、ありがとう。ユーマおひさー、こんばんは。ごぼうさん、りょうたさん、こんばんは。ユニコンブ、今日寒かったね、なんか最近暑かったけど今日雨とかですごい寒かったよね。ダイヤマのコール、ん、うちらしかコールしてなかった、聞こえてた、ダイヤマの声めっちゃ聞こえた、オーディオって言ってくれたのすっごい聞こえたよ。ポニー覚えてる、ありがとう。左利き、うん、右利き、右です、右でしかできない。夏美先生のモノマネできるけど、本当にやったらやばいよ多分もうメンバーとかにしか見せれないやばさ、本当に。ほのちゃんがリオの本性をみんなにバラそうとしている。この前もね、ラブコッチのメンバーでほのちゃんのツイッター見た方もいると思うけど、リオ以外の4人が口の中に水を含んで、リオ1人が笑わせるの、それで水を吹いたら負けみたいなすっごい面白かったみんな笑ってくれた、そう、イエイエイエイ。キヨトだ、覚えてるよ、ありがとう。ゆうすけのシーン久しぶりだよ、大丈夫、元気、髪伸びたかな、どう伸びた、どう伸びたかな。でもみーこ覚えたよ、結構前に覚えてるよ。はやと
会いたいよリオも早く会いに来てねえモケケ買ったのシュントロンマジでモケケねそこにいるそこにいるよモケケお揃いだ何色のモケケ買ったのモケケどうもカビゴンですカビゴンやっほーあモケケ来たででーんモケケここに一緒に座らしておきましょうモケケもねしおりちゃん終わりよと握手したいぜひ握手したいよりよも握手会ぜひ来てくださいTIF ぜひ来てくださいね待ってるよ青春シンフォニー歌います後であ2番歌ってあげる今日ついに2番も MV とか出て2番もねずっと2番歌いたかった本当にTIF はね出たことあって前のグループの時にでも久しぶりだからすっごい楽しみですTIF ってすごい楽しいからさめっちゃ嬉しいですねえコメント早いゆっくり読んでます今ラブコチ今後ライブあります29日もある今月のシュークリームロケットとラブコチがねイベントに出ますよ29日にあそうそう合図はねそうそう赤レンガなんだっけアイドル横丁にも合図出演しますのでねいつだったっけ8月夏なのでねよかったら来てくださいカイさん日曜日初めて生で見ましたあありがとうてか馬だカイさん馬だ白馬だモアちゃんあありがとうお天気ありがとう全然傘持ってったかないや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 ともやむくんやっほーやっほー結構イベント来てくれて嬉しいよありがとう。アリオまだ全然コメント全然上まで読んでないけど。カツヤンだ。ああありがとう来てくれて。カカカカ。高三の闇率は半端ない。そうなの？ユウスケのシーンもそうなの？大変だね。応援してます高校3年生の皆さん。頑張ってね。受験とかあると思うけど。おい、リオのストゥーシーの服めっちゃ好き。違う、あれね。本物のストゥーシーじゃないの。みんな騙されてるよね。あれね。みんなストゥーシーって言ってるんだけど、実は違う。あのね、高校1年生の、何あの、何たあえクラス T シャツ。実はクラス T シャツです、あれ。なんか、ストゥーシーが好きなクラスの女の子がいて、クラス T シャツのデザインストゥーシーでもいいってなってそうクラス T シャツなのあれでも結構みんな騙されちゃってさそうクラス T シャツ普通にレッスン着として使えるからめっちゃ良い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 そうクラス T シャツだよあれ裏にはねクラス全員の名前が書いてあってそうなそうストゥーシーもどきうんそうですねもどきですチャララもうほんとサインボールほんまにくれとかさ色紙とかもうほんとにあげたいんだけどね全然届かないもうリオポッポッポキコリさんお久しぶりですヤッホーちょっと待ってねコメント上までいくねあリスリスヤッホー水色さんなんて読んだらいいなんて読んだらいいんだろうこれプーさんはじめまして。やっほー。オーリオのサイン入りカード当たった。え、本当に？おめでとう。イエイイエイ。ありがとう。リオってうちは見えた。モモジュ。え、あれモモジュ？目見えたよ。嬉しかった。本当に名前書いてあるうちを見つけると本当に見えやすい。見つけやすい。本当にありがたい。ありがとう。ゴーキンマン初見です。ありがとう。どうも。じゃあどうぞどうぞ。オーリオが好きなグミなんだっけ？ね、モギュ？モギュ？モギュじゃなかったっけ？多分モギュ。
ないリオ、好きなグミいっぱいあるんだ。最近でも食べてないかも。もうおすすめよ、おぬぬめよ。あ、アッシーって言うんだね、緑のやつ。やつって、ヤッホー、リスリス。おー、リオ、マユとラブラブするからな。そうだよ、リオ、マユとラブラブだよ。さくら、覚えてるよ、ありがとう。カズキ、握手しよう。どうする、握手追加する。だってカズキとね、ちゃんと1対1でお話しした。この前さ、撮影の時にカズキだよって言ってくれたよね、ありがとう。ちょっと待ってね、今コメント上まで読みます。モバイルバッテリーゲットしたよ。あ、ありがとう。ちなみに、あ、あれどこやったっけ、あれ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 あった、あれ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 あった、あった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 、ででーん、リオも持ってます、これお気に入りもらったんだ、スタッフさんに。使ってます、愛用してます。本当に本当に欲しくてね、これマジで欲しかったから嬉しい。あとこちらもあります、じゃーん。自分のクッション、ラブコッチのクッションです。これももらった、オーディオクッション欲しい。みんな神の手でね、神の手だっけ、ゲットできるんで、この手、このクッション、あれあれ、このね、バッテリーもね、神の手だっけ、神の手っていうアプリ、アプリなのかな、ゲットできますので、よかったらやってみてね。よし、ちょっと待ってね、クッションの、それ欲しい、みんな欲しいって言ってる、クッション。リオも神の手やってみようかな、あのゲーム。他のメンバーのクッション欲しい。神の手って難しいの？難しいのかな。数学わからん、教えて。あのね、ゆうすけなし、リオも数学できないからちょっと無理だ。そう、ゲーム、ゲーム、ゲーム、アプリだね、多分。神の手っていうアプリがあります。あ、そう、クレーンゲームだよね、神の手って。え、めっちゃむずいんだ、やってみようかな。クッションゲットして握手会の練習するか。ウケる、ウケる、ウケる。しゅんや、初見です、ありがとう、来てくれて。オーディオの TikTok 好き、ありがとうございます、嬉しい。まさしさん、ありがとう。青春シンフォニー iTunes で買ってから学校行く、え、買ったから学校行くとき絶対聞いてるよ。おー、嬉しい、ぜひ一日何回も聞いてください、青春シンフォニー。ララさん、初見です、ありがとう。オーディオちゃんの耳好きなの、え、嬉しい、ありがとう。リオ、耳めっちゃ柔らかいんだ。あの、本当にみんなに触ってほしい、この耳超柔らかいの。耳グニョングニョングニョン、なんか骨ないって言われる、よく見て。通じのさん、今日は何時まで？1時、10時まで、10時までやります。1時間なんだけどね、もう1時間もないよね。そう、ポッポッポッ。福耳っていいよね、リオ。福耳じゃないの、多分薄いの、多分薄い、柔らかいけど薄いの。あ、数字の3、俺もできた、本当？数字の3。リオモン、握手会ってどんな話する？え、どんな話？どんな話？どんな話でもいいよ。とりあえずね、名前言ってほしい、そしたらもう分かる。なんとかですって言ったらね、あーってなる。そう、今度一緒に耳チキ取ろう。いいね、ピヨピヨちゃん、耳チキ取ろうね。みずほちゃん、分かる、ツイッターで見た、ありがとう。
握手じゃない。何これ、なんて読むの。あくみみ会しよ。あくみみ会ってなんだ。シントリオ様だ。久しぶり、ありがとう、来てくれて。え、名前言ったらわかるよ、ももじゅん。ありがとう。てかももじゅん嬉しい、結構来てくれてるよね、ありがとう。福さん、前のショールーム来て名前呼んでくれた、ありがとう、来てくれて、お久しぶりです、ありがとう。2期生のことなんか話した、話したよ、写真も撮った、何人か、全員とは撮れてないけどね。ちなみにね、2期生にね、リオ友達がいるの今。立ち位置9番の上名口姫かっていうね、姫かと友達なのリオ。前のグループの時に一緒にツーマンライブしてね、その時に知り合って、だからラストアイドルに出てきた時めっちゃびっくりした。えってなった。あのなんか YouTube にさ、あのシーズン3始まる前にさ YouTube になんか出てたじゃん。それ見た時にえこれ姫香じゃないって思って、そしたら本当に姫香だった。そう、お友達なの。うん、あの前のグループの時に写真も撮ってて、そう残ってます、まだその写真。姫かわいいよ、姫香本当にかわいいです。ぜひね、本当に何2期生のメンバーになってほしいなって思ってる。応援しよう、みんなで。そう、お友達なのよ、実は実は実は。2期生記憶力いいかな、いいかな、どうだろう、勉強は苦手だけどね。シュントロン、この名前言ったらあって、そうこの前シュントロンがさ名前言った時めっちゃびっくりしてたよね、リオ。おっくい声出しすぎちゃった。オーディオが一番だぞ、誰にも負けないその笑顔、ありがとう、ダイヤマーティール、ありがとう。ゴーキンマンって言ったらわかるよ、わかる、ゴーキンマンって言ってね、じゃあゴーキンマンですって。ゆずっぴ、夏美さん、シュキシュキ、あら、ゆずっぴ久しぶり、ありがとう。うん、な、あのね、姫香は名古屋じゃないよ、多分東京かな、東京に住んでます。そうだね、2期生は兼任できないらしいですね。うん、ヒロ久しぶりです、大会終わりお疲れ様、ありがとう。そんなん言われたら教えんしたんや、ダメだよそれは、ユースケのシーンダメだよ、ユースケのシーン、やばい充電ない、え充電してユニコンブ、ダメだよ充電して。オーディオ楽しみ、足をつけはじ、てんてんてん、嘘マジで、カズキいつも DM ありがとう。あのさ、カズキよりって書いてあるあれ何、ピクルス、なんだろうって思って、キュウリ、ピクルス、なんだろうあれって思ってて。シマ先生ありがとう、本当にこの前会えてめっちゃ嬉しかった、ありがとう。あ、ルキアだ、え覚えてるよこれ、よく見る、転生なんていうもの、なんだこれ、ルキア、ツイッターとかよく見かける。ハヤトって言ったらあってなる、めっちゃなる、めっちゃなる、なるなる。おつまるの TikTok 見た、ありがとう。あ、タカヒロ今いないのかな、タカヒロとおつまるの TikTok 見たよ、よかった、うまい、ありがとうね、見ましたよ。
シュラ、ここでだるま投げたことは石川には内緒だぞ。ありがとうシュラ、内緒にしとく。モカドールって言ったらわかりますか？わかります。しかもオリオンズつけてくれてるし、ありがとう。いつともオーディオに会ってみたい。ぜひ会いたいです。ぜひ。オーディオ成分が足りないんですけど、ほんとね、店長喋っても足りないよね。ほんとにたくさんお話ししたいね。タナシュン、タナシュン、ショールームダウンロードして初コメありがとう。嬉しい、ありがとうございます。ランチューさんこんばんは。ケイスケイト、ありがとう。またケイスケイト来た時言ってね。楽しみにしてるよ。ゆきりんご、初見です。ありがとうございます、来てくれて。ゆうまー、名古屋のリリーベ以来や。おひさ、ありがとう、来てくれて。ゆうてりおに会いたい。ほんとか、ゆずっぴ、会いに来てくれ、会いに来てくれよ。ユーミン、1週間後誕生日やから、よかったらお祝いしてほしい。1週間後なの？おめでとうユーミン。まだまだだけど、まだまだまだでもないか、まだちょっと早いけど、素敵な1年にしてねユーミン。おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。ゆいこだ、久しぶり、ありがとう。しげっち、まだ握手行ったことないからな、ぜひ握手来てください、お話ししたいね。マリリン、ぜひ名前言ってほしい、握手会でお願い。青丸、オーディオに負けた。マユとは毎日 LINE をしていますよ、仲良しです。ポニーだ、早くオーディオと握手したくなってきた。早く握手したいね、楽しみだ。5月が待ち遠しい、本当に。まだ身体力テストやってない、多分ね、もうすぐ、来週ぐらいかな、もうすぐです。もうオーディオさ、持久走が苦手だから本当にやりたくないんだ。持久走とシャトルランが本当に苦手でね、怖い、やりたくないよ。あとリオはね、ハン、何やの、ボール投げが苦手、全然行かないの、いつも何12メートルとかそんぐらいしか行かないの、めっちゃしょぼい、もうダメだ。大森りゅうさん、ツイッター見すぎ問題。あー、すいませんね、めっちゃ見てます、本当にめっちゃ見てるツイッター。パナソニックさん、ほぼ初見です、ありがとう、来てくれてありがとう。身長162しかなかった。え、本当に？リオ身長何センチだろう？伸びたかな？早く測りたいな。多分身体測定ももうすぐあると思う。また報告するね、みんなに。身長伸びたかなーって。アイズの9月のやつ多分行くぜ。え、本当に嬉しい。待ってるよー、ルキアー。構成番長。え、ぜひぜひ会津来てください、ぜひぜひぜひ会いに来てほしい、まだ関東あるん？あるよね、まだありますよ関東。長野来て、長野行きたい。長野行ったことあるけど、行きたいです、長野行ってみたいな。TikTok 可愛すぎて次から握手参加します。嬉しい、古政さんありがとう。ぜひ握手しましょう。浸透、どうしたの、ありがとう。オーディオなんか、てんてんてん、好き、ありがとう。ね、シャトルランやだよね、本当に嫌いなの。持久走とシャトルラン両方やるんだよ、おかしいよね。中学校の時はさ、
持久走だけだったのにさ、高校では両方やるんだよ。どっちかにしてほしい。でもどっちかだったらリュウシャトルランの方がまだいいかな。持久走本当にきつい。え、リュウストーリーも見ます。たまに関係ないストーリーとかも見ちゃう時もある。どっちも得意。すごい。ハヤト、いっくんも元陸上部。陸上部って強いな。いいな、いいな。あー、ザッキーだ。来た、ありがとう。本当にリスリスのザッキーかな。あ、リスリスのザッキー、ザッキー。んー、あ、電気が切れました。ちょっと待ってね。ついた。群馬も栃木も行ってみたいです。本当に楽しみ。リュウさん初見です。ありがとう、来てくれて。ともやんくん、おいりを楽しです。本当かい。嬉しいよ。エリオね、短距離派なんだ。長距離は苦手です。体力ないのかな。置いてきてる。あ、やばい。そうだね、サインボールを遠くまで投げるためにトレーニングしなきゃ。本当にあれ苦手なんだよね。シャトルランの音聞くだけでやだ。わかる。トゥン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 トゥってやつ。あれめっちゃドキドキする。本当にリスリス結構背高い。あの、そう、伸びたんだ、めっちゃくちゃ。未だに伸びてるのかな。でも最近止まったかな。中学校入った時は146センチしかなかったの。なのに中3、高1、高1までかな、で20センチぐらい伸びた。めっちゃ伸びました。いやー、168？ それはない、それはないな。多分165ぐらいまで行ってたらいいかなって感じ。逆に縮んでたらどうしよう。私がいるって踊ってたら身長伸びそうよね。確かに。じゃあ毎日寝るとき私がいるやろ。背高くなりたい方はぜひ一緒にやろうね。私がいるって。あ、ツイッターのリプを見てますよ。もちろんツイッター見てるよ。ダイヤマン干さないでね。ツイッターでね、見たよ。あの写真当たったって。運命だね。ありがとう。地引きで引いたって書いてたよね。見たよ。すげーって思った。ゴーキンマン、オーリオの握手会当日券あったら行こうかな。ぜひ来てください。あー、ぜひ来てくださいね。ねえねえねえ、お願いします。ブルタン、日焼け止めめっちゃいい。あのスプレーのやつありがたい。本当にありがとうね。使ってるよ。キャー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 。あ、ライブやる体力あるじゃん。あ、ライブはね、まあ楽しいから大丈夫なの。でも持久走はマジで無理。本当にやばい。本当かな。リスリスが無限に可愛いマンジって本当かな。ザッキー本当かな。高校帰宅部です。簡単かも。え、そうなの。中学の時は何部だったのかな。あ、日本酒の化粧水使ってるんだね。ユニコンブナイスです。本当にあれおすすめ。じゃなくておぬぬめ。いいよねあれ。オーディオ元気分けてくれ。ゆうすけの心に元気を与える。元気になれ、元気になれ。ゆうすけの心高いしないでね。
変かと思うけど、マユと一緒にショールームしてほしいな。あ、いいねそれ、今度やろうかな、マユと一緒にやります。もうリオも年を取ってきたね、本当だよ。いやどうしましょう。握手会って何秒ぐらいですか？何秒ぐらいかな。え、でもさ、どんぐらいなんだろう。結構短いよね、握手って。もっと話したいのにって思う。そう、一気に背伸びちゃった。パッパッパッ。伸びすぎや、ほんと伸びすぎだよね。年取ると縮むよ、ほんと？マジで？そう。マイメルのこの前お手紙に入れたから使ってね。あ、ありがとう。待ってるよ。オーリオメール見てるよ。ハッシュタグ見てるよ。みんなのお返事見てるよ。うん、関東4部あるよ、春夜。あるからね、よろしくね。野菜ジュース何色が好き？何色が好き？なんだろう。リオ何色？でも普通に緑のやつかな。あ、でも何色だろう。全部美味しくなるの、3種類。紫とオレンジと緑。野菜ジュース美味しいよね。美味しい美味しい。いつも2時とか3時とかに出てない？大丈夫なの？そう、リオ夜更かししちゃうんだよね、なんかね。そう、寝るの遅いけど背は伸びてる。なんでだろうね。エンゾー、オーリオだよ、ヤッホー、ありがとう。握手券買いました。斜め上を行く天才石川の罪かみかまわしありがとう、楽しみ。うさちゃん、オーリオはダイヤマーイが薄れてる。え、そんなことないよ、そんなことないよ、大事です。高いしないでね。あれ、高いしないでじゃない、あれなんだっけ、なんて言うんだあれ、日本語間違えた、なんて言うんだっけあれ、なんて読んだっけ1枚6秒だって。ありがとう、ダイヤモン教えてくれて。握手会1枚6秒だって、めっちゃ短いね、そう思えば。わかる、剥がしの人めっちゃ強いよね、あれね。どうにかなんないかね、本当にかわいそうって思っちゃう。はい、次次次ってだよね、わかる。もうちょっと優しくしてくださいって感じ。たかひろ、オーリオバイト抜け出してきた、ありがとう、来てくれて。エンジもバイト50分早く終わらせた、ありがとう。バイトお疲れ様、本当に無理しすぎないでね、バイトのしすぎで体調崩さないように。あとファンレターもありがとう、エンジュ何回も読んでるよ、ありがとう、ありがとう。ゆいこちゃん、握手会待ってるね、早くみんなに会いたいです。音聞こえん、本当に。たかひろ、バイバイ、バイトまたバイトかな、頑張ってな。とくちゃん初見です、名古屋住みのメガネです。あ、名古屋一緒なんだね、よろしくね。しんと、オーリオ68歳だったのね。そうなんです、もう68歳になっちゃった、どうしたらいいですかね、元気になる方法は。これの紫持ってるの、玉吉。はじめ社長さんも持ってない、これの紫。 YouTube 見るんだけどさ、
これの紫あった。ピンクも可愛くない、くまちゃん。けっけけ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 け、青丸、え、青丸終わりよのまごめ撮ってくれてるの、嬉しい、ありがとう青丸。イエイ、青丸ともお話ししたい。青丸、寝るの遅いけど背止まった。やっぱ寝るの遅いと背止まっちゃうのかな。やっぱリグもそうなのかな、遺伝か。そうだね、リグママが背高いからね。学校でぐっすり寝てないよ、寝てないよ、授業中眠くなっちゃうんだけどね。なんか学校ってさ寝れなくない、なんかねこうやって寝てる子たまにいるんだけど、リオ寝れないんだよね、あんまり。なんか学校で寝ちゃいけないっていうのがあって、自分の中でなぜか。そうなの、オーリオ楽屋芸人楽屋芸人らしい。そう人を笑わせるのが好き。ダイヤマがスネ夫になってる、ダメ、それはスネ夫にならないでよ、山田。ダイヤマ受験生だからオーディオから勉強に推し変しそう。あマジか、受験早く終わんないかなね、本当に。ピー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 、土日のグループは3秒よ。握手3秒なの、嘘でしょ。なあ早すぎるそれは、マジか。あつしさんこんばんは、ありがとう来てくれて。オーリオ実際会うと大人っぽい、あ本当ですか。あとねよくね、実際会うと背高いねって言われる。なんか顔だけ見たら背ちっちゃそうだけど意外と背高いんだねってよく言われます。そうだな、ゆうちゃんファンレター送るね、ありがとう、楽しみにしてます、お手紙嬉しい。山田なんてオーディオの指干さないために仕事してんだからな。あ、仕事してないんだからな、あしてないんだからな、どや、それはダメな。あでもこの前さ久しぶりに会えてすっごい嬉しかった、ありがとうね来てくれて。エンジェこれから対人格闘や、めっちゃ大変じゃん。ちゃんと無理しないで、本当に無理しないでね、学校も行ってるんだし、ちゃんと寝てほしい、頑張ってね、応援してるよ。また熱出して自転車で倒れそうにならないように気をつけるんだよ。あ、そろそろマイク登場ですか。マイクあるよ、ちゃんとちゃんとあるよマイク、後でマイクで歌いますのでコータ握手会行きたい、ぜひぜひ、アキトンさんも会いたい、はい、また会おうね。トモヤンくん、オーリオさん最近俺のこと忘れてない、え、忘れるわけないじゃん、トモヤンくんめっちゃ覚えてる、ありがとう。あとアイズもたまに来てくれて嬉しいよ。レポートが進まない、頑張れシュントロン、レポートってめっちゃめんどくさいよね、頑張れ、応援してるぞ。あっつやっほー、シャッシャッシャッシャー、え、簡単コブ忘れてないよ、ツイッターも見てますありがとう。あ、そうだそうだ、そうそうそう、みんなに連絡が、連絡がっていうか今週の土曜日にやっと東海地方でニノさんを放送されます。やっとだよ、やっと名古屋でニノさんが放送されます。名古屋の方ぜひ見てください。中京テレビ4月28日金曜日の夜12時半から出したです。でしたじゃないです、今から録画してくださいね、名古屋の中京テレビ、そう4月28日金曜日の12時半からですね。名古屋の方、そう遅いよね、すっごい遅れてるよね、やっと見れます。放送が終わったらショールームでもセミの真似するので待っててね、ヒヒヒヒヒヒ、楽しみ。そうセミだよ、セミ
やっとセミ名古屋でやる。うん、早く見たいな。そう、あのセミです。あ、ツイッターでもね、お知らせするからね、絶対に忘れないようにね。大森家に見に行ってもいいですか？あ、来るとか言って入れないな、多分。高2になってから小テスト多い。わかる、めっちゃわかる。漢字とかいろいろあるよね。なんかさ、あの教科とかどんどん増えてって全く嫌になっちゃうね。同じ学校で横流が寝てたらほんとやばいよね。やばい。でもよく寝そうにはなるよ、眠いから。あきぼうさん初見だよ、ありがとう、来てくれて。どうもりおもに耳元でえ、耳元で大きい声で起こされたい人生だった。え、いいの、起こして大きい声で。厚生番長イケメン風傷つ、あ、厚生番長ってあの方ですか？ねえ、本当にごめんね、日本語間違えちゃったの。よく間違えます。また握手しようね、厚生番長。僕の中に推し編とかいう言葉はありません。信じていいのそれ、店長。ありがとう。喉がカサカサしてきた。お水ください、お水ください。妹ちゃんにお水を頼みました。生物は1年生の時にやったけど、2年生になって生物なくなった。その代わり科学っていうものが増えた。でも物理なくなったからめちゃくちゃ嬉しい。物理は本当にできないのでね。あ、本当だ、モケケね、いるよ、ちゃんと。大丈夫だよ、モケケいるよ。みんなオーリオとめっちゃ会ってて羨ましいから、おつまるすねる。おつまるすねないで、握手会で会えるの楽しみにしてるよ、おつまる。あ、ありがとう、ありがとう。このリオのお気に入りの魔法瓶みたいな、水筒、水筒じゃない、コップ。僕って聞こえた？歌うのでね、喉を潤せてね。そうそうそう、これ、このコップめっちゃいい。氷が溶けにくいの。水分補給大事よ、みんな。マイクどこ？あった。達郎、遅くなってごめん。あー、来てくれてありがとう、ありがとう。ゆうすけのシーン、オーリーを僕のこと褒めて。褒めてる、褒める。ゆうすけのシーン頑張ってる。また受験終わったらかな、会いに来るのは。会いに来てくれるの待ってるからね。エンジって名前もうエイトにしようと思う。あ、もうどっちでもいいって書いてたよね。見たよ、あれツイッター。ゴーキーマン、俺の名前の由来わかんない。なんで、なんで。ハルリオだよ、マリだよ。マリタン、ありがとう。この前は来てくれてありがとう。覚えてるよ。やややややよよよ。確かにもうすぐ夏だからちょうどいいよね、セミのやつ。ニノさんでやるのちょうどいい。狙い撃ちやってください。ピンクベイビーズのね、狙い撃ちの PV があるので、よかったら YouTube で調べてみてくださいね。めっちゃなんか声聞こえるんだけど。
そう、リオ狙い撃ちですっごいね濃いメイクしてるんだ、別人みたい。だからぜひぜひ時間があるとき見てみてね。あと10分、じゃあ歌う、歌おっかな、青春シンフォニー2番やっと歌える。青春シンフォニーの MV を見ましたか、皆さんも。とっくに見たよね、きっと。え、そう、もう10分だよ。あと10分らしい。早すぎるよね。早いよ。本当だ、3000人超えてました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます、3000人の方。ありがとう。おめでとう、さん。おめでとう。青春シンフォニー一番聴いてる。え、嬉しい。ありがとう。まさしさん、まだ見てないだと？よく見てね。2話歌うじゃ。2番がいい？ 2 番がいいかな、みんな。青春シンフォニー。神曲だよね、本当にいい曲です、青春シンフォニー。フル？1番も2番も歌う？2番がいい？じゃあ1番も2番も両方歌う？長いかな？まあ、いっか、途中で切れちゃったらどうしよう、まあ、いっか。いくよ。てるてるるちゅんて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 るちゅるちゅちゅんちゅ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 なのにサボってる、いつから私ってこんな風に甘い子になったろう。ああの子とかやってるのを見てた時にはそんなに難しそうには感じなかったわ。経験則で考えちゃうけど決めつけはやめるわ、未来が狭くなる。おー、なんだか今日は涙が出る、努力全部私になる、そういう大切に気づいたから一秒も逃さない。 Yes、 私にしかできないこと納得するまでやり通すよ。こんなにたくさんの勇気もらったここから始まる青春シンフォニー、ここから始まる青春シンフォニー。2番も歌います、いくよ。ああ、一度二度誰もがねミスはするけど、その後でどうするのかそっちが大問題。鋭いほどの家族の指摘に口答えしちゃってる、まだまだだわ私。やっぱり今日は涙が出る、未来全部この手にある、そういう瞬間を噛みしめてる。で、あ、いいよ、ありがとう。 Yes。
私がいる、私が今ここにいます。世界に届く大きな声でここから伝える、青春シンフォニー。ここから伝える、青春シンフォニー。イエーイありがとう。2番まで歌っちゃいました。ひゃーだって。ありがとう。初めて2番まで歌ったね。いい曲だな、やっぱり歌いながらね、いい歌詞だなって思いながら歌ってました。ありがとう、聴いてくれて。こちらこそありがとうございます。感動した？本当に？あ、じゃあ順位を読みますね。先にいくよ。13位銀太くん、12位がシュラさん、11位がぐんちゃん、10位がつばっきーさん、9位がかまっちょさん、8位いっくん、7位がけんとんかつ、6位がたかさん、5位がゴリランドさん、4位がアピさん、3位すぐるさん、2位しげっちさん、1位店長。ありがとう。ヒヒンって言ってる。ありがとうございます、みんな。ありがとう、ギフトとか星とか本当にありがとう。バンさんとかケンちゃんもとしゆきさんもぴよぴよちゃんもありがとう。みんなありがとうございます。あ、スクショタイムしてなかったね。イエイ。私がいる、私がいる。もけけも一緒に。イエーイ、ありがとう。あっという間です。あと2分だ。もうすぐだ、やだ、早い。終わらないで、本当だね、本当だよ。早い。この雲欲しい？森尾だよ。森尾だよ。足と顔に挟まれる。リオ。そう、終わっちゃうの。22時までしかできないから終わっちゃうんだよ。そうなんです。あのね、高校生はね、22時までなんだって。高校生はっていうか16歳はかな。そうそうなのよ。覚えてるよ。え、忘れてないからね、みんなのこと。本当にまたやる。ありがとう、来てくれて。え、また来年？来年まだ会えないの？もうマジで。みんな頑張ってね、学校とかバイトとか応援してるよ。明日も学校頑張って。ありがとう。ありがとう。今日は久しぶりにみんな